ノアコインがスワップ前に爆上げしました。じゃあ、アンゴロです。ノアコインはフィリピンの貧困や海外労働者の送金手数料などの社会問題を改善するコインです。仮想通貨バブル崩壊とともに ICO 価格の約 99% まで下落しましたが、ノア運営の取引所のオープンや独自ブロックチェーンの開発などプロジェクトの成功のために活動を続けています。そして独自ブロックチェーンの移行でノアコインが新しいコインに変わります。旧コインの保有者は8月31日までにノア運営の BTC ネクストという取引所に旧コインを入金しておくと同じ枚数の新コインがもらえます。注意が必要なのは期日までに入金しないと新コインがもらえないことです。旧コインは実質無価値になるので、入金しなかった人はコインがパーです。救済なし、そんなありな。旧コインの保有者は絶対に忘れずに入金してください。ノアコインの冷やしチャートを確認します。ドン。ノアコインの ICO ガチョウ組は2019年3月12日に第1回の配当日を迎えました。心配されていたのは配当を受け取ったホルダーがノアコインを処分して暴落することでしたが、配当日にノア運営が取引所ライセンス取得のポジティブニュースを発表して吹き上げました。0.016 円から0.074円。4.6 倍。その後価格を下げて、6月の取引所オープンの日に一時 0.11 円まで上げましたが、すぐに暴落。そして、旧コインの入金期日を目前に8月24日の 0.013 円から、わずか5日で高値 0.048 円まで吹き上げ、3.5 倍。価格が上がった理由を考察します。まず、スワップのために多くのノアコインは BTC ネクストに移動されているので、売り板は薄くなっていると考えられます。薄板では少ない資金でも価格を大きく動かせるので、運営がマーケットメイクをしてうまく価格を上げたのが可能性の一つです。もう一つの可能性は、ノアコインの枚数が減ることを見越した買いです。これはノアコインの保有アドレスの上位10個です。BTC NEXT に入金した旧コインはスワップ用のアドレスに集約されています。全体の 25.8%。焼却済みのアドレスは全体の 57.6%。円グラフにするとこうなります。ドン。焼却されていないコインの4割がまだスワップ用アドレスに入っていないことがわかります。期日までに旧コインを入金しないと新コインがもらえないので、このまま行くとかなりの枚数のノアコインが減ることになります。そこでコインの希少性が高まって価格が上昇することを予想した買いで価格が上がったのがもう一つの可能性です。他のコインでも取引できなくなる直前に価格が上がることは過去にありましたね。例えばコインチェックのネーム流出の発表直前や、バイナンスからビットコイン SV が上場廃止になる直前とか、興味深い現象です。次に、ノアコインのスワップに関する奇妙な事件について、8月27日にヨービットがこのツイートをしました。ドン。Alternative swap for Noa on 29 US from Yobit. Wait until last current days. Probably they dumped their coin from 10 to 2 set. 8月29日にノアの代替スワップをヨービットでします。私たちは現在の開発チームを信用していません。おそらく彼らはコインを10サトシから2サトシまで投げ売りしました。ヨービットにノアコインを入金すると、ノアコイン10枚と NX コイン1枚を交換してくれるそうです。このツイートに対してノアコインのスワップ担当のアントン氏はこのように返信しました。ドン。Hello guys! I'm official representative of Platform Engineering.We are doing swap for Noa coins. Your bit statement is a scam. Do not deposit your coins to your bit. 私はプラチナムエンジニアリングの公式の代表です。私たちはノアコインのスワップを行っています。
ヨービットの案内は詐欺です。ヨービットにコインを入金しないでください。マジか。ヨービットはいろいろと悪い噂を聞きますが、結構有名な取引所です。公式ツイッターのフォロワー数は16万人以上いて、暗号資産業界の著名人もフォローしています。そんな取引所が堂々と作業するって、すごい業界。ユーザーの報告では、ヨービットからノアコインを送金できなくなったとか、ノアコインが勝手にスワップされていたという報告があるので注意が必要です。ただし、アントン氏のツイートを読んで、ノアコインは本物で信頼できるとそのまま思った人は注意が必要です。その理由を順を追って説明します。これから話すことは一般的な詐欺手法の話で、ヨビットやノアコインが詐欺というわけではないので誤解しないでください。詐欺でよく使われる心理テクニックに、詐欺を批判した後に詐欺をするがあります。具体例で言うと、まず、詐欺師の A さんは仲間の詐欺師の B さんの犯行を暴露して批判します。それを聞いた一般人の C さんは、A さんは詐欺師を批判したので詐欺師じゃない。だから信頼できると思い込みます。その後、A さんは C さんに詐欺商品を売ります。A さんと B さんは騙し取ったお金で乾杯します。これが詐欺を批判した後に詐欺をするです。実際にあった話では、ウィズコインの ICO が始まった時に公式価格よりも安く販売する人がいて、その人たちのことをウィズコイン運営は詐欺師だと注意喚起をしました。しかし、蓋を開けてみるとウィズコインのプロジェクト自体が全部嘘で無価値のコインになりました。アントン氏は信頼できる人かもしれませんが、アントン氏がヨービットのことを詐欺と批判するのを見て、彼なら信頼できるから彼の商品を買おうとそのまま受け止めてはいけません。商品をしっかりと見極めてから投資することが大事です。このように、ヨービットを詐欺だと批判した BTC ネクストですが、BTC ネクストでもこんな事件が起きています。ドン。投げずに上場。まだ価格はついていないようです。投げ銭は情報商材販売者の松宮義人氏が手掛けるコインです。史上初の全額返金保証付きの ICO で、価格は最低5倍から30倍になるのが確定していると説明してトークンセールをしました。しかし、ICO 割れした後値がつかなくなり無価値のコインになりました。2019年5月末返金予定でしたが、8月現在も返金されていません。会社と連絡がつかなくなってプロジェクトが活動しているのかも不明です。なんだか、ヨービットが堂々と作業したり、BTC ネクストが投げ銭を上場したり、ギャグなのか？これはギャグなのか？とにかく、ノアコインホルダーは忘れずに BTC ネクストに入金してください。新ノアコインの今後の活躍に期待です。以上、ノアコインが 3.5 倍に吹き上げたでした。また次回お会いしましょう。